Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は ID 中に喧嘩勃発、またもやまとめ進行というテーマでお送りします。ちょっと珍しめの質問もらったんで読み上げます。私は2024年1月中旬からファイナルファンタジー14を始めた新人非科戦で戦士でプレイしているのですが、そこそこやばい問題が発生してしまい、そのことで質問を送らせていただきます。おそらく稀なケースなのだろうとは思いますが、こういう状況になったらどうするという私の語学と他の新人のためにも動画化していただけると嬉しいです。初見のストーンビジルに赴いた際の出来事で、私がタンクでした。私はまとめ進行できなくはないんですが、さすがに初見の ID でまとめるのは怖すぎるので、初見です、まとめませんとチャットで明言してからスタートしてたんですね。ところがヒーラーが先のグループを引っ張ってくるという状態になってしまいました。なので気は進みませんが、私はまとめ進行に切り替えました。ところが2ボスの目前で足を止めた侍が、若葉のタンクに気を使わせて恥ずかしくないんですかと発言。文句も、控えめに言っても見てて気分が悪い、最悪と便乗。これにヒーラーがうるせえぞと反撃、喧嘩が始まってしまいました。小学生がプレイしてんのかっていうくらいの罵声雑言が飛び交って、もうまとめていいので喧嘩はやめて進みましょうと私が言って終わったんですが、喧嘩の最中にヒーラーが言った、まとめないイコールヒーラーを信用していない、その点ではヒーラーも気分悪い、まとめできる技量あるくせにまとめないのはバカという発言が精神的に響いており、言い方にはトゲしかないけど正論ではあるよなと受け止めています。この事件以降は冷めた気分でプレイしており、以前のように14を楽しめなくなっています。こういった ID の喧嘩って、この先プレイしていたらどれくらいのペースで発生するものなのでしょうか。そして喧嘩が発生した際のうまい対処法とかってあるものなのでしょうか。でここまでの喧嘩は見たことありません。多分ヒーラーがひねくれているのかキッズなのか分かりませんが、タンクが初見です、まとめませんって言ってるのにそれを無視して先ずりするって通報案件だと思います。でうるせえぞって言葉の使い方あたりがおそらくキッズの可能性が高いと思われます。どっちにしても自分の思い込みや勘違いで勝手に動いて邪魔してるんで、この場合は 10-0 で相手が悪いと思います。この相手が言っていたまとめできる技量があるくせにまとめないのはバカ、質問主はそれもそれで正論かもと受け止めたっぽいんですけども、そんなわけねえよ。そもそもまとめるまとめないはタンクが判断する上に初見ですって言ってるんで、まずは安全にダンジョンを進めていく方が、知らないところをまとめてテンパって事故るってよりかは結果的にいいと思うんで、質問主のやり方自体は間違っていないと思います。もし自分が質問主と同じ立場なら、その場で言い返してそれこそこの喧嘩の当人になっていたかもしれないんで、冷静に判断した質問主の対処方法はグッド。まあ、やっぱりね、長く同じゲームを遊んでいるとそういうこともあるよねってなると思うので、まあ、今回の話と自分の経験をもとにお話ししますんで、参考になればと思います。でまずはまとめ進行するか否か、野良での ID ではこの判断は誰がするのか、大きくタンクかヒーラーから意見が分かれると思いますが、自分はタンクに主導権があると思っています。だって雑魚のヘイトを取るのはタンクの仕事だから、タンクがまとめた雑魚をちゃんとヘイトを取って管理しないとパーティーが壊滅するんで、タンクが最重要です。でタンクの次にヒーラーかと思ってます。ヒーラーがしっかり回復しないとタンクが落ちてパーティー壊滅につながるんで、戦闘開始前はタンクの判断、戦闘開始後に関しては同じ立場かと思ってます。なぜタンクが判断すべきかっていうと、範囲攻撃を当ててヘイトを固定するための操作とか防御バフの管理などもあるんで、ファーストアタックを取ってヘイトを固定しやすくすると、まあ、事故の確率もグッと減って安定感も増すんですが、仮にヒーラーや DPS が先ずりして勝手にまとめてたりしたら、タンクがヘイトを取り直さないといけなくなって余計に手間がかかる上に、タンク以外が先ずりして被弾すると神みたいな防御力なんで大きなダメージ食らうし、タンクが戸惑ったりすると、まあ、そのまま落ちるってことも全然あります。つまり出だしでタンクが失敗したりしてヘイトが取れないっていうことが起きるとパーティーの事故が起きます。このようにタンクがしっかりしないといけない要素が大きいので、まとめるか否かの判断はタンクがするべきだと自分は思ってます。で今回のケースだと初見で不安という要素があるので、まとめないというのは
技量があったとしても、まずはまとめずに事故を未然に防ぐという理にかなった判断じゃないかなと思います。そもそも ID でまとめることは普通なのかって話なんですけども、冒頭でも話した通り、まとめること自体は当たり前ではないと自分は思っていて、あくまでも本来の攻略方法を無視してユーザー間で編み出した流行している攻略方法であって、それが必須なわけではないと一ユーザーとしては捉えています。でそもそもゲーム内でも案内はないし、公式がまとめ進行を推奨するシーンも見たことはありません。初心者の館でも基本は1グループずつ想定の戦いを教えてくれます。仮にもし今自分の記憶をリセットしてこのゲームを始めたとしたら、目の前に敵のグループと戦っているのにそれを無視して次のところまでダッシュしてまとめるなんてまずわからないんで、まあ、初心者目線で普通に考えたら当たり前じゃないよねっていう話だと思ってます。ちなみに ID でまとめ狩りが入り出したのはグレンのね後半あたりからで、漆黒が実装された時に一気に流行り出したっていう感じです。自分はギリ想定の頃にゲームを始めたんですが、その頃は ID でまとめる文化なんてほとんどなくて、今は装備が強くなったりでいけちゃうっていうので流行ってますが、装備がまともに揃っていない状態だとかなりきついので、ある程度このゲームに慣れてきたプラスある程度の装備が整って初めてまとめ狩りができると判断してます。そこに経験をプラスするとなると、初見のダンジョンではまとめずに最低でも1回攻略した ID からまとめてみるという判断でいいんじゃないかなと思ってます。で今回の事件を見て思ったのは、やっぱりね全体通して基本はいい人が多いというか、状況判断して場に合わせて動いてるっていう人が基本なんだなと改めて思いました。自分もこのゲームを長く遊んでいますが、こんだけたくさんのプレイヤーがいるからたまに変な人はやっぱり現れます。まあ、自分もその一人なんですけども、まあ、この辺はリアルと同じように自分の考え方が異なるっていう人もいるし、ちょっとねおかしい人もいるわけです。なので今回その場を目の当たりにしてテンションが下がっていると思いますが、大体のケースは何も言わずにそのまま無言で先ずりされて勝手にまとめられて終わるということがあるので、カバーしてくれたパーティーメンバーの人に感謝するっていうくらいの方がメンタルは楽だと思います。まあ、ちょっと暴言はやりすぎなんですけども、あともし自分がその人たちと同じ立場なら、間違いなく序盤あたりでヒーラーに声をかけます。でちょっとこっからは自分の話になるんですが、過去に MMO とかオンラインゲームで誰かと喧嘩したことあるかっていう話なんですが、実はあります。14では喧嘩っていう喧嘩はなくて、フレンドと話し合ってうまくいかず喧嘩別れしたっていうくらいで、まあ、急に野良でばったり会って喧嘩するっていうのはないです。で今回のケースのように ID で自分はまとめませんって言っただけでトラブルになるっていうこともありませんでした。ただ無言の先ずりバトルは経験としてあるんですけども、まあ、これは自分の思い出として無言先ずりバトルというタイトルで思い出に残ってるんですけども、まあ、これは自分が漆黒の ID 行ってる時に暗黒騎士で突入した時の出来事なんですが、こいつどんだけ先ずりしたいねんって思ったことがあって、レベル0を申請した時に漆黒の ID が当たったんですけど、自分はタンクで参加してたんで一応最初にまとめるでーってね一言伝えて出発しようとしたんですが、そのチャットを打ってる間に横からギューンってものすごい勢いで走り出した影があって、よく見たら竜騎士がねスタートダッシュを決めていたわけですよ。でその竜騎士が早速ね敵の1グループ目に突っ込んで、出た先ずりと思いきやそのまま次のグループまで走っていって、こっちまだ敵のヘイトを取ってないんやけどって思いながら、こっちもねスプリントを使って追いついて、でこの最初のまとまったグループとの戦闘が終わったらまた竜騎士が走り出して、さすがにこのままではいかんなと思ってこの竜騎士に負けじと追い抜かそうとして無言の先ずりバトルが始まりました。でまあ自分はタンクだからね先ずりもクソもないんですが、一応負けないように配慮しようとしたわけですよ。でなんとかこの竜騎士に先ずりされる前に戦闘中に次のグループをまとめるためのスプリントのリキャストを確認して、敵を倒すちょっと手前でスプリントを耐えてこうスタートダッシュを決め込んで、よし俺の勝ちだって思ってたら、その竜騎士イルーシブジャンプでこっちを追い抜いてさらに先ずりして、こいつどんだけ先ずりしたいねんって思って、まあ、先ずりストかってね、思いました。でまあこういったケースは一つだけじゃなくて、次にアライアンスタンクバトルっていうのは一つの思い出として残ってて、これはエレメンタル DC でしかよく経験しないと思いますが、 B アライアンス以外のタンクがスタンスを入れてヘイトを取り合いボスが回転するっていうことがよくあります。日本の文化だと B アラタンクがメインタンクっていう風習が強くて、
たまに初心者も混じるんでどうしてもね怒る時はありますが、発生率で言うとエレメンタルが圧倒的に多いと思います。でエレメンタルは海外の人も混じることが多いので認識の違いもあって、今はマシなんですけども、エアラのタンクがメインタンクというのが海外の方で認識はあったんで、この事故よくあります。自分はエレメンタル在住なのでそういった事例には慣れてるんで、はいはいって感じでその場で合わすんですが、去年くらいにアフライヤに行った時に B アラのガンブレで参加してたんですが、 A アラのガンブレがスタンスを入れて挑発までして、あまたいつものかって思ったんですけども、なぜかその時だけ謎のスイッチが入って、ここで負けてられるかってなって挑発して取り返しました。一応自分は B アラタンクです。で一応向こうも MT ポジションに行ってたんで、自分も同じ場所に立って対抗してたんですけども、まあ、その時点でヘイトが動きまくる異様な光景になってました。で向こうも全然引かなくて、またね挑発してくるんで、さらにヒートアップしてしまって、火力でヘイトを取ってやろうと思って、その場で食事を食べて、でバーストの時には薬を割って本気でやってやりましたわけですよ。結局最後までヘイトを取り合ってたんですが、向こうが挑発しない限りはこっちが取ってたんで、よし勝ったっていう謎の思い込みをしたっていうこともありました。今となってはね、まあ、あのガンブレは戦友と呼べます。ずっともだよ。で本当に喧嘩したっていうのは実は1回だけあって、これはね14じゃなくて FF11 の時に1回だけといっても、当時自分がキッズっていうのもあったんで、パーティーメンバーと攻略について言い合いになった時に結構ね無茶言って相手を黙らしてしまったということがあります。良くも悪くも子供って無敵で、理屈とかね一切通らずに理不尽極まりなくて、まあ、今みたいに話し合おうとか議論とか一切なくて、ただ罵声を浴びせて相手を黙らせる、まあ、これ自体は何の解決もしないし本人しか満足しないっていうことがあったんで、あの時のことはねちょっと反省して、逆に二度と起きないように物事を考えるようにはしています。今思い返してもね、マジで何の解決にもならんなぁと苦い思い出となっています。でいろいろそんな経験を経て、ゲームやってる時に喧嘩が発生したらどう対処するのかっていうことなんですけども、大事なのはその場で解決すること、これが一番かなと思ってます。喧嘩が起きたら基本は両成敗ってのが、話が早いのは早いんですけども、まあ、今回の質問のケースだと喧嘩した人ら全員除名投票すればいいわけです。一応一緒に参加した人もカバーはしてくれてるとは思いますが、暴言が飛び交っているんであればその時点でみんな同じ立場なんでカバーの意味がありません。となるとまとめて除名すればいいわけですが、またそれはそれでトラブルの原因にもなりかねないので、退出するのもありだと思います。コンテンツ中の退出はペナルティを受けますが、1日3回までは大丈夫なんで、1回くらいならね不快な思いをし続けてゲームをやるよりかは1回リセットするのもありかなと思います。とはいえできることなら解決する方が自分自身もやっとしにくいのかなと思います。その場で解決するには意見を話し合うのが大事かなと。どういった経緯でどういうことを言っているのか、お互いに話し合って互いに譲れるところは譲ってもいいんじゃないかなと思います。タンクで初見でまとめたくないならなぜまとめたくないのか、それを話せばヒーラーの誤解も解けるかなと思います。ぶっちゃけ野良 ID でそこまで話す必要はないとも思いますが、ずっと14を楽しめなくてモヤモヤするっていうくらいならその場で解決しておく方が後々引きずらないです。この時気をつけるのは暴言を浴びせるのではなくて質疑応答を繰り返すようにしましょう。そうすれば相手も多少は冷静になって話すはずです。あとは事前に原因を取り除くっていうのも手です。今回のケースで言うと初見でまとめませんって言った直後に先ずりしてまとめてくるヒーラーがいるんであれば、問答無用で除名投票を入れて即排除します。そうすればトラブルにすらならないので、残った人と補充を入れて快適に進めることができます。喧嘩になった時って暴言吐いたら基本暴言しか返ってこないんで、解決することってほとんどありません。そして通報の対象になることもあるので、一度冷静になってその場を収めることを考えれば自然と解決するはずなので、お試しください。これにて落着一件。トラララララ、トラララララララ。